皆さんこんにちは、キリアです。シティーズスカイライン続きをプレイしていきたいと思います。さあこちら、前回いろいろと交通を整備したこちらの街ですが、現在右下のゲージ、需要ゲージが、居住区を求めているので、一つ大きな住宅地を作ろうかと思います。で、せっかくここにこのちょっとゴツゴツした感じに今なってますけど、ここに島を作ったので、ちょっとここで無人島を開拓してみようかなと思います。この冬の氷点下の無人島で暮らしていく人々をちょっと作ってみましょうか。で最初にここをちょっと鳴らしていきましょう。このくらいの感じでいいかな。これはなんだ、これは水か。謎の水の直方体がありますが、これちょっと時間動かしたらどうなるんだ。これおお、地面に吸い込まれて消えていった。さあそしてこちらの島ですね、この無人島に人々を住まわせてみましょう。で結構前になるんですけれども、こちらのこの南キリアスノーを作った時、ここでフェリーをつないだので道路はいらないというコメントをたくさんいただいたんですよ。自分としてはこれ車が来ないと、街が発展していかないのではと思ったんですが、どうやらそうではないというコメントをたくさんいただいたので、ちょっとこちらに道路をつながずに船だけで行き来する街を作ってみましょうかうまくいくか全然わかんないですけど、そしたらもう少し島広くしましょうか。ここに航路がこんな感じであるので、もう一回り二回りくらい大きくしても大丈夫でしょう。あ、でも土砂が全然足りないか。ちょっとあんまり綺麗な形にはなってないけど、ちょっとこれで時間を進ませて、これ津波起こったりするかな、大丈夫か。一旦ここの島が水に浸食されて、そしてここで島を地面を拡張したことによるこの水の波紋がうっすらと周りに広がっていっていますが、このくらいなら大丈夫かな。この波わかりますかね。この波が今ちょうどここに到達しようというところですが、まあ大丈夫か。だいぶ減衰されてますね、こっちに来るまでの間に。大丈夫そうかな。一番怖いのはここら辺ですが、セーフ、よし。そしたらここに、まず、フェリー乗り場。あ、待てよ。フェリーふ頭の方がいいか。フェリーふ頭を、どこ、あ、でも3つ必要なのか。こっちの北キリアスノーと南キリアスノーと、立体交差シティの3方向あるので、まずここに1つフェリーふ頭を作って、そして、停泊場をここら辺に作って、この停泊場ではこっちの立体交差の街と繋いで、そしてこっちのフェリーふ頭では2つの乗り場からそれぞれ北キリアスノーと南キリアスノーをつなぐという感じでやってみましょうか。というかこれもうちょっと必要か土地がちょっと小さすぎますね。これじゃフェリー乗り場を置いたらそれでもうほぼ埋まってしまう。結構お金がかかるんですよね。でもこれここら辺削っていくか。この南キリアスノーのこっちの方、ここら辺をちょっと土地を削っていって、これでさらに島を拡張して、あ、もうこん一回り大きくするだけでもう土砂がなくなる。まあしょうがないかお金もなくなる。一気に30万ドルくらい減った。さあこれでまた時間進めて、島をなじませて、もう大丈夫かな。で、ここにフェリーふ頭を作る。
そしてこっち側にフェリー乗り場を作る。あれ？ちょっと待って、間違えた。ちょっと待って。これじゃない。払い戻し。お金がないのに、このフェリー停泊所だ。フェリー停泊所をこっちに作る。で、これで、こっちのフェリー埠頭の方は、この、北、キリアスノーと繋いで、反対側を、ん？この場所は使用中。こう、すれば大丈夫か。よしよしよし。これで、それぞれの港、北キリアスノーと南キリアスノーと、この無人島が繋がった。で、そして、今度こっち側の、立体交差シティと繋ぐ方ですが、そしたらこっち側にも、このフェリー停泊所を作らないといけない。んで、割と騒音があるので、どうするかな。ここら辺、うん、でも、いやー、ここだとちょっと、人がいないところですもんね。いや、いいか別に。人が、ここは住民を住まわせるところだから、こっちの住宅地の人が多い方と繋げるんじゃなくて、むしろこっちの寂れた、この産業地区と近い方がいいか。そしたらここに作ってみましょうか。うわ、なんでこんな低くなったここだけ一段低いぞ。まあいいか。これで、電線が微妙に入ってない。こうして、こうして、そして、こうつなぐ。では、どうするかな。この辺から、つなぐか。よし、こうしましょう。そして、ここバス作るかな。北キリアスノの方、この、フェリー乗り場のところにバス停を作らなかったせいで、だいぶ、人々を運ぶ機械ロスが生まれちゃいましたからね。っていうか、これ、あ、そうか。こっち側とやるなら、この道はちょっと待て。こっち側から伸ばすか。で、ここにあるのが、公園なので、公園を、ちょっとこっち側に移しましょう。ちょっと住民が嫌がったり、喜んだり、そんな風になってしまいますが、そして、こっちの方に、つなぐ。で、バス停を、このフェリー乗り場と、ここの産業地区と、そしてこっちの居住区のところで結んで、これで、ちょっと待って、ここ行けないのか？ここ、マジか。この陸橋の下が通れない。そしたらちょっと待てよ。これをまず、もう少し高くするか。この貨物の線路をちょっと高くして、こうして、こうする。こんな感じで、ちょっとジェットコースターみたいな感じになるけど、ここで高くしてもらって、そしてここからこう伸ばしていきましょう。よし。これ、あ、ちょっと待てよ。これも曲線でやるか。こんな感じで。よし。そしてこの航路を結ぶ。よし。これで OK でしょう。そしてこっち側も、この北キリアスノー、んと？ちょっと待って。北キリアスノーと、この無人島をつなぐ路線と、そして南キリアスノーと、この無人島をつなぐ路線。これ、南キリアスノーと北キリアスノーをつなぐのは一本の線にした方がいいかな。ちょっとそうするか。ここを、壊すと、今このフェリー乗り場の両方に、北キリアスノートの連絡線を止めていたんですが、今こっち側、画面上向かって右側のを壊したので、左側の航路だけで往復するようになる。これでやってみましょうか。ちょっと見た目のためだけに、この両方の航路を使っていたんですが、今度からは片側で往復してもらうことにしましょう。そして反対側の、停泊所はこっちの無人島と繋いでもらう。こうすれば、船同士がバッティングすることはなくなる。で、この無人島。これどうするか。こう、繋いで、こう、ひとまず丸く
外枠を作ってみるか。こんな感じか。なんかすごい平べったいホットケーキみたいな感じになってるけど、真ん中に何かシンボル的なものが欲しいですよね。こうなるとちょっと削って、お金がないけど、そしてここに山を作るか、山というか丘というか。でこの上にまた何か置きたいですけど、ちょっと今のところ何もアイデアがないので、とりあえずこれだけ作っておこう。よし、であとはここに区画を作っていくわけですが、どんな感じにするかな。はい。これで、こっちの外枠の方に道路をつないでいってみましょうか。あんまり接続しすぎても意味がないので、こんな感じにしてみましょうか。ちょっと風車的な感じにして、とりあえず、真ん中だけ居住区作ってみましょうか。そしてあと水か、水と水道、水と水道じゃない、水と、ガス、ガスじゃないか水と電気。ここら辺上流に取水施設置いて、こっちの下流、あ待てよ、下流だけど、あ大丈夫か、取水施設、ここはこっち側か。南キリアスノーの取水施設がここか。そしたらこっち側で排出すれば大丈夫かな。大丈夫か本当に。南キリアスノーに流れていったら大変なことになっちゃうけど、まあいいか、よくはない。まあ大丈夫でしょう。でこの地熱暖房プラントか、これを、地熱暖房プラントをこの辺に置いて、ギリギリこの騒音がここの真ん中の居住区に届かない感じで、この小さい島でいろいろやるの結構大変かもしれないな。これで、まず水道をここの居住区のところへ伸ばす。であと電気、電気はちょっとスペース的な問題と、あと騒音の問題で大きいのは作りづらいので、この改良型風力タービンを作るか。あ、それか、この真ん中に風車を置くか。いや、音がやばいか、騒音がまずい。そしたら改良型風力タービンをこの辺に並べていきましょう。これでこっち側と電気をつないで、これで大丈夫か。これで外部と道路ではつながっていない、フェリーのみでつながっている島ができた。で真ん中に居住区があるので、これで人々がやってくるのかどうか、ちょっと時間を進めてみます。さあこれで、あ、ちょっと待って、フェリー整備場をどっかに作らないといけないのか。これは大丈夫か、これはここからフェリー整備場が、今ちょうど出てってますね。なんかすごい虹色に光ってるように見えたけど、赤と青があるのか。そしたらこっちの立体交差シティの方、この辺どっかにフェリー整備場を作らないといけない。整備場はそんなに近くなくてもいいか。これってここ通あ通れる、よし。あ、マジで、ちょっと待って、あ、いけるか、よし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 。かなりカクカクした航路になりますが、これで OK なはず。でこっちとつないで、よし。そして電気と水道もつないで、これで OK でしょう。ここから出ていきますね。よし、これが無人島と立体交差シティをつなぐフェリー。さあこれで、あ、ちょっと待って、こっち側か、このフェリー乗り場に水道が届いてなかった。さあこれで、この無人島の水道不足が、あ、ちょっと待って、居住区しか見てなかった。さあこれで、ここの水道不足、水不足が治ってくる。でここに居住区があるけど、まだ建物は建ってこない、まだフェリーが来ないか。お、来ましたね、フェリーが来ました。
乗客はもうすでに乗ってますね。3人乗っている。そしてここで、あ、降りましたね。ここに乗客が3人って書いてあったけど4人来てるぞ。どういうことだ。さあ、ここに人が、あ、人じゃない、犬か。3人と1匹が来たのか。この人たちはフランク魚肉ソーセージ、あ、一回ここでフェリーを乗り継いでこっちの産業地区の方に行くのか。フランクグルメ魚肉ソーセージに向かおうとしている。なるほど。こっちの鉄道が通っているんですけど、鉄道を使わずに、ここのフェリーを乗り継いで立体交差シティに行こうとしている。あ、建物建ってきてる。ここに建物が建ってきて、そして住民の数が99人。教育を受けていない人0人。小学校で教育を受けた人99人。高校で教育を受けた人99人。大学で教育を受けた人99人。素晴らしい。一気にこの無人島が大規模な島になりました。完全にバグですね。すべての建物がこうなっている。有効求人数とか書いてあるし。居住区なのに。で、電線をつないで、ただこれで人が住んでくれるんですかね。そうなると、ここに住む人たちは車に乗らないことになるのか、それともフェリーで車運べるのかな。あ、でも普通フェリーって車運べるか。車ごとフェリーに乗れますもんね、普通は。ただ、このゲームだとどうなのか。さあ、ここ、ちょっと待って、これ。街路樹付きの道路にしたんですけど、これはなんだ。なんかすごい、もやしみたいなのが生えてるんだけど、これ。街路樹付きの道路ではなく、もやし道路。もやし付きの道路が、この無人島を通っている。そして、向こうのフェリーに乗ってきた人が、やっぱりこっちの乗り換えに使われてるな、この店。店じゃない、この町、この島。ただ、こっちの方、まあ、これじゃちょっと待って、あれがわからないな。人が住んでるのかどうかがわからない。ちょっと待って。はい、こちら。バグを直してきました。これで、ちょっと時間進めながら見てみましょうか。人が結構住んできてますね。あ、子供の数も割といるので、これで高齢化社会を解決する島にならないかな、この辺。子供が結構住んできている。この低密度の住宅地、こちらの無人島生活を家族で過ごそうという人が来てくれてますね。そしてこれ、島の真ん中辺は普通に木がちゃんと生えてますね。木が、この葉が茂っている木が生えているけど、こっちの外側の方に行くともやしになる。これは、なんだ？潮の関係か？塩害でこうなってんのかな？もうこっちは完全にもやしですもんね。それともこれはこの謎の岩の何かパワースポット、神秘的な力が働いているんでしょうか。そしたらちょっとこれ右下のゲージ、まだまだ居住区足りないんですが、商業施設の需要がほんのちょっとだけ伸びているので、ここら辺ちょっと作ってみましょうか。商業施設がここに立つのかどうか。あ、そういえばこれ、ここって何も、あれを、今ここで犯罪発生率、地熱暖房プラントで犯罪が発生しましたけど、何も公共施設を建ててなかったな。この警察本部、警察署でいいか、小さいものを建てていきますか。警察署はやっぱり、住宅の近くで、あと消防署と、診療所と、あんまり一箇所に固めてもあるか。ちょっと一回作っちゃったけど、この診療所は反対側に移しましょうか。あ、そしてゴミか。ゴミどうするかな。こう、あ、大丈夫か。ギリギリで住宅地に入ってない。ここに、ゴミの焼却炉を作って、そしてあと住宅の需要がやっぱり大きいので、こっち側、こっちの方に住宅伸ばして、あと小学校とかも作るか。うお。ちょっと待って。ここを真横に伸ばして、そしてここ小学校にする。よし。高校とかはまだいいか？小学校はこの島にあるけれども、高校、大学と進学したい人は、
この島を出て、もう町の方へ行くことになる。フェリー通学をしてもらうことにしましょう。さあ、これで時間進めて、おっと、お、店立ってきますね。ドラッグストア、ここに、店が、ちょっと待って。最近忘れずにいたのに、ここに、もう島全体を覆っちゃうか。よし。これで水道をやって、そしてここにドラッグストアが立ちました。よし。これって商品もフェリーで運べるのかな？それとも産業地区を作らないと販売する商品が足りないということになるのか？どうなんだ？ちょっととりあえず、車走ってる。阿弥陀大学に通っているチャールズ・ウォーカーさん、住所オリエンタルレジデンス、帰宅中。あ、ここの島に住んでるんだ。そしてここに車でやってきましたね。そしたで、ここに庭に止めてる。おお、そしたらやっぱりこれフェリーで車運べるんだ。さあ、ここでまたフェリーに乗って人がたくさんやってきました。この島にやってきて、そしてあの外側を歩いていないということは、ここら辺の家に入ってきますね。外側の道を歩いているわけではないということは、この島の中に用があるということ。おー、いいですね。そしてこっちにも商業施設が建ってきている。そしてしっかり人が働いてますね。いや、そうでもないな。ここ3人募集してるところに1人しか働いてない。ここは8人募集して誰も働いていない。ここも6人募集して誰も働いていない。この島の住民はみんなニートか。ただやっぱりここ車の数は少ないような気がするけど、これはまだ人口が少ないからかな。よし。まあとりあえず今回はこの辺りで終わりにしましょうか。ちょっと吹雪いてきたことですし。海がだいぶ賑やかになってますね、今。向こうのフェリー、北キリアスノーと南キリアスノーを往来するフェリーと、この無人島にやってくるフェリー。そしてこっちの方で貨物船が、やってきたり。うわ、なんかすごい天候が荒れてきましたが。今回はこの辺りで、天候が荒れてきましたが、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。これからこの無人島がどのように発展していくのか、いや、もう無人島じゃないか。元無人島。この元無人島がどのように発展していくのかを、これからしっかり見ていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。